ドグンチューギャルパクパ、チベット文字、YD 方式、グロマガンチョスジアル、ファックスパスカル、1235年3月6日から1280年11月22日は、チベット仏教サキャ派のザス、元王朝の初代皇帝、クビライに称聖された帝子、モンゴル語化した、パスパの名前で表記されることも多く、看護資料では、パクパ、初ハチ、 抜け合い思えともえとも表記される。本名は、ロケギャンツェンであり、幼年期に、理発さを示したため、聖者を意味するパクパの名前で呼ばれた。チベットの有力氏族の一つである昆氏の出身であり、ソナムギャンツェンを父に持つ。先代のザスサキャパンギタの老いにあたる。1235年に、サキャの地で生まれる。1244年に、 モンゴル帝国との交渉に赴むくサキャ・バンディタに、伴われて、同母帝の着名とともにサキャを立ち、1246年に、領州に到着、オゴデー・ハーンの王子・コデンに面会した。王子の死後は、コデン王家の当主モンゲルの宮廷に泊まり、1253年に、雲南遠征の途上にあったモンゴル帝国の王族、クビライに、招待されて六番山に赴き、クビライの町像となる。 クビライは回収こそしなかったものの、チベットと中国の間に、摂取と説法師の関係が成立した。この時ニッパクパはクビライに感情を授け、クビライより、チベット13億個の支配権を与えられたと言われ、チベットにおける先派の地位を確立した。1260年に、クビライがモンゴル帝国の大派案に即位した後、翌1261年に、モンゴルの国士に認じられる。 チベットは、クビライの支配下のもとで州と県に分割され、各地区を統治する知事は国史であるパクパの権威に服した。パクパは、チベット以外に、旧聖火料の行政権、モンゴル帝国全体の仏教行政権を委ねられ、チベット仏教会の他に、中国仏教会に対しての指導権がパスパに与えられた。同時に、朝鮮と労役における僧侶の特権を獲得する。 クビライが即位した当時のモンゴルに独自の文字はなく、モンゴル語を音社するにあたっては漢字やウイグル文字が用いられていた。量や金をはじめとする他の国家は独自の文字を持っていたため、クビライはパクパにモンゴル独自の文字の作成を命じた。パクパはサキャ・パンディタが作成していた字母をもとにしてパスパ文字を完成させ、1269年3月に パスパ文字を告示とする御事の理が交付された。パスパ文字発明とクビライの権威の強化のため、翌1270年にパクパはクビライより帝子と大宝法王の称号を授けられた。パクパは即位したクビライを天輪聖王に帰して、帝権の強化を図り、様々な方策を実施する。大都の正門である、高志天門には、金輪が掲げられ、 くびらいの玉座の上に白三街仏を象徴する白傘を置いた。そして、1270年により、毎年2月8日から1週間、大都では、白三街の仏寺という大法映が行われることになる。帝史に任命された後一度チベットに帰国するが、再び大都に帰朝し、皇太子新キムのために、明らラ諸ち論を表し、酒派の協議を説いた。 1274年3月に、帝氏の地位をイボ帝のリンチェンに譲り、遺留を振り切って、帰国の途に着く。当時パクパは、左京のポンチェン職、君が散歩と対立しており、クビラ来の7男はウルクチの軍隊を伴って、帰国していた。1275年末に、サキャ時に到着し、チベット各地を巡遊した。 1277年にチンキムの講演を受けて、チュミクで大法営を開き、以降のパクパは、サキャ寺にこもることが多くなる。1280年にパクパは、生誕地のサキャで没する。彼の死後、クンガサンポがパクパを毒殺したと告発され、元軍によって処刑された。クンガサンポが処刑された後、1281年に、パクパの甥のダルマパーラが、帝主とサキャ派の長の地位に、 ついた。この五岩町の帝子の地位は、サキャ派と周辺の人間によって独占されることになる。エーソー・シデバラの時代には各地に、パクパを祀る、帝子殿が建てられ、タイテ,イテイエーテーエス・ウン・テムルの時代にはパクパを描いた画を、元にしたついた地蔵が作られた。パクパを祀る岩町の方針について、彼を、色目人の中心的人物として起用しただけでなく、 孔子に変わる立場に置こうとしたという見方も存在する。著作に、アビダルマの協議について記した、アキラ諸知論があり、サラともえによる、漢訳の他に、チベット語原点が存在する。他に、タントラの注釈書を執筆したことが挙げられる。また、パクパは中国を訪れた際、チベットに亡命していた、ネパールの王子アニゴを同行させた。アニゴを通して、来た。 インドネパールの工芸文化が中国に伝えられる。カナーは天林西王の最高位である、近隣王を象徴する。ポンチェンとは、軍事、行政の監督官である。左京のポンチェンは、天使の下に置かれ、アムド、カムなどの他地域に置かれたポンチェンよりも強い権限を有していた。97ページ。ありがとうございます。